はい、では今回ですね、ゲスト WL の代表取締役ホテハマ社長にお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、川本さんとはすでにご面識が終わりと。ゴルフに回ったりとかコアなつながりが、はい、あるという感じです骨折った時に一緒に回ってた方なので早速ですけど、ホテハマ社長、はい、どんな会社さんか何やられてるか教えてください。はい、キャラクターとかコンテンツに関する事業なんですけど、キャラクタービジネスの発明会社ってことを言ってまして、去年ご当地鬼滅の刃っていうですね、鬼滅の刃のこうライセンスを使って全国7万店舗のお土産屋で400種類ぐらいのこうシリーズを出すみたいなものをやったりとか、あとはキャラクターアートっていうですね、事業をやっていたりとか、そういったこうキャラクタービジネス関連で新しい発明をどんどんするってことをやってる会社ですね。一番の強みってどんなところですか？そうですね、僕らがですね、そもそも目指してるものっていうのが、日本初のウォルトディズニーカンパニー、和製ディズニーって言ってるんですけど、彼らと日本のコンテンツの会社の違いって、強いキャラクターってものを生み出しながらビジネス側も徹底的にやってこうつなげているんですね。コンテンツの流れがこう上から下までこう一気通貫で流れるから、すごく大きい規模と利益を出すことができるっていう。なんですけど、その日本の会社ってキャラクター作りとか作品作り自体はすごい強いんですけども、ビジネス側も自分たちでやってこうつなげるってことをしていないので、どうしてもキャラクターを作るのみってところから生まれる規模のビジネスしかできないというところで、僕らはもうマネタイズするとか、例えばじゃあファイナンス M&A とかビジネス側の方を徹底的にやるってことで、日本の強いキャラクターとかコンテンツの会社とこう結びついていくってことをやってまして、今だったら呪術廻戦とかそういったものがお金になっていくってところのサポートをできる、まあ、日本でこう随一の会社だというふうに思ってます。若手の社員の皆様、どんなこうご活躍されてるか。そうですね、はい、どんどんこう作り上げていくってことをやっているので、それにこう向いている若手の方に来てもらって、彼らのこう発想力とか行動力ってところをもう伸び伸びと生かしてもらって、新しいビジネスを作っていくってことをやってます。なので、こううちに来るこうあの社員っていうのは、そういったこう前向きで能動的で明るくてポジティブみたいな、そういった人たちがすごく多くて、自分たちで考えて頭を使ってやっていくってところで、スペック的にはですね、優秀な子たちじゃないとできない仕事なんですけど、そういった子たちを少数精鋭で絞って取って、彼らの想像力とかやりたいことっていうのをどんどんやってもらうっていう、まあ、そういったこうスタイルでマネジメントしてますね。ホテハマ社長、すごいアニメとか漫画とかめちゃくちゃ詳しいので、骨折して入院して自宅療養中ですね暇すぎて、僕におすすめの漫画を教えてくださいって言ったら、僕の性格とか傾向からコンシェルジュのような形で5種類ぐらい紹介していただいて、全部読みました。あ、読みました。はい、WL 社のこれからの展望ビジョンを教えてください。和製ディズニーを目指すってことをビジョンとしてやってるんですけども、なんでやってるかっていうところが、どうしてもその、まあ、20世紀型の会社の中に入って、その会社の成長に対して貢献していけば出世できるみたいな、そういった時代と今って全然違っていて、会社に入ったところでその会社がなくなってしまったりとか、出世って道がなかったりとか、どうやって今後生きていけばいいのかっていう方向性がですね、日本ってこう非常にこう難しいという時代になってると思うんですね。のでそのこう21世紀型令和型の新しい生き方ってものが求められてると思っていて、そこでこう漫画とかアニメとかキャラクターってすごく大きい役割を果たすなと。お好きなキャラクター、まあ、今だとその推しって言い方をしますが、自分が推せるっていう作品とかキャラクターに出会うことで、そこにこう貢献して応援していくっていう体験をすると、より良い生き方ができていく。なのでこうあの日本初のディズニーを目指していって、よりこう皆さんにとっていいキャラクターや作品をビジネスを通して届けていくってことで、それを最終的にやりきれれば和製ディズニーになるってことで、まあ、それを僕らのビジョンとして掲げていて、3年前のディズニー年間の売上が7兆円、営業利益で 1.5 兆円、時価総額で10兆円っていうですね、まあ、これぐらいの規模にならないことにはいけない。でそれをあと15年、まあ、僕が50歳になるまでにやりきろうというところが数字的な目標というところですね。ウォルトディズニーとかって自社のキャラクターでそれを流行らせて、そこからテーマパークとか作ってるイメージだったんですけど、 WL 社としてもそういうキャラクターみたいなのは今後オリジナルで作られていくイメージなんですか？そうですね、はい、それはやっていきます。ただ今その戦略や順序として、まあ、制作の方って日本本当に強いんですね。ただじゃあその特許とかそういったものライセンスを生かしてどうお金に変えるかとか、どうマーケティングするかっていうビジネス側が弱いので、まずはなのでこっちを徹底的に強化して、出版社さんやアニメの会社さん中心にいい作品を生み出している人たちがたくさんいるので、彼らから頼ってもらえる。でその彼らと連携してやっていくってことで全体のビジネス構造ができていく。なので一旦はまずはこうマーケティングやビジネスの方を優先しているというような状態ですね。こちら側が確立していくってことで、結果的にコンテンツ制作の方も得意になっていくっていうですね、そういった順番でやっていってるっていう形ですね。なるほど。どんな学生を募集してますか？漫画とかアニメとかキャラクターがとにかく愛してますとか、推し活をしてますみたいな子っていうのが趣味としてはあるのかなとは思います。ただうちのその新
卒とかでどんどん来てくれるような学生さんって、業界で新しいことをビジネスを作り上げて世界中に広げていこうっていう仕事なので、能動的で前向きで柔軟に自分で考えて成長していきたいですみたいな、まあ、そういった人だったら誰でも会うってところがあるので、それさえあれば裁量の大きいものを与えた上で自分たちで考えてやってもらうっていう成長につながるいい環境なんじゃないかなと思います。なるほど。御社に入社することで何が得られるのでしょうか。裁量の大きい仕事をやった上でどんどんそれが成長につながっていくっていう部分が一つあります。傘の下で安定した仕事と安定した給料が欲しいですみたいな人には絶対合わないので、大手志向ブランド志向みたいな人は向いてないと思います。最終的に日本のアニメ漫画キャラクターが入り乱れてるような、そういったこうテーマパークとか映画とかのを作っていくので、将来的にそういったことやっていきたいですみたいな前向きな子がいると、すごく領域としては合ってるんじゃないかなとは思います。最後に御社を志望される学生向けにメッセージをお願いします。前向きで能動的で能力が高いという子にとっては一番こう楽しくて一番成長できる環境だと思います。もうすでにその今年の新卒や役員社員っていう人たちで、まあ、そういったレベル感の人たちが集まっているので、入ってこれたらもうそういった人たちとこう議論をしながらどん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 世の中の探求をしていこうっていう経験が得られるので、うちがまあベストな環境なんじゃないかなと思いますので、ぜひチャレンジをお待ちしております。はい、ということで WL 立山社長でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。